ております。よですね、下北沢にあります大阪マドラス22号店さんに行ってまいりました。こちらのお店は、以前クワチャンネルでもご紹介しました赤坂のマドラスカレーの新店舗となっておりまして、赤坂店では食べれないものが食べれる、そしてあるメニューもあるということで本日参りましたのでご覧ください。本日のカレードン。こちらが大阪マドラス22号店さんのメニュー表。カレーの種類は大阪マドラスカレーの一択で、トッピングの方が5種類あります。その他、一品メニューやドリンクの方が充実してます。本日は大阪マドラスカレーにチーズ、ほうれん草トッピングでチョイス。こんもりとボリューム感あるほうれん草に、カレーの中からちょろりと顔を出すチーズ。キャロットラペと沖縄の豚汁イナムルチがデフォルトでつきます。それでは本日もいただきます。まずは本日はカレーのルーの方から。一口食べると甘み、その後にピリリときて本日もうまし。ご飯と一緒にカレーをリフトするとしっかりと辛みまとわりつく、とろーりチーズがたまらず口の中でしっかりとコクを演出。合わないわけがないほうれん草の方も美味しく、そして関西系のカレーといえばの生卵の方もこちら、中身を割ってとろーりさせてまろやかさが爆発。独特のとろみのあるカレーと一緒になって口の中最高潮。イナムルチは揚げやこんにゃくなど具沢山模様で、この一品がデフォルトでついてくるのが嬉しい。キャロットラペの方もいただき、真っ赤の福神漬けはシャキシャキ感や食感の方もプラスされて、もはや間違いない一口に。最後にはミックスジュースの方もフルーティーにいただき、本日もきっちり完食、ごちそうさまでした。最近関西に浸りすぎ。まぁ、ちょっとね、神戸だったり大阪のカレーを紹介してたということで、関西感に浸ってるという自分もあったんですけども、やっぱりね、こちらのお店、マドラスカレーはもちろんのこと、その他の、一品メニューだったりも置いてまして、そしてミックスジュースね。これはもう飲むって最初から決めてたんですけど、まあまあまあ関西の人ならね、おなじみのミックスジュースもいただけるということで、非常に満足のいけるメニューでございました。そしてですね、カレーの方ももちろんのこと美味しいんですけども、今回はトッピングもりもりにしていただいたらもうお腹パンパンで、ライスの方がね、なかなか分量ありますんで、小食の方は少なめで頼む方がいいと思います。もうチーズがトロトロに合わさって、そこに生卵でまたマイルドにして、そしてさらに、今回ね、個人的にはつけようと決めてたほうれん草ね、こちらの方もやっぱりしっかりと相性も良かったんで、ほうれん草もおすすめだと思います。ぜひね、関西感にひたひたになりながら食べるのがおすすめなんで、皆さんも行ってみてください。はい、というわけでカレーに取り込んだ生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆さん、また明日。バイバイ。